ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。この番組は毎週日曜日に YouTube にて最新動画を配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、皆さん単語はいかがということでね、はい、単語は人気があるんですね、うん、とてもね、うん、いろんな曲がありますしね、はい、ってなわけでまた単語を、はい、はい、それでは早速1曲お届けしたいと思います。はい、宮内勝作曲琥珀色の単語、どうぞ。宮内勝作曲琥珀色の単語でした。はい、はい、なんかちょっとおしゃれなね、うん、なんかいい素敵な曲ですね、うん、僕もねチラッと聞いてあこれはちょっと自分でも弾きたいなと思って、はい、この宮内さんっていう方は芸大で評判を取られてた方で、はい、うん、でも音楽美学を教えてらっしゃる方だったんですけど、はい、うん、で学生の頃ギターをやっぱりやってらしたということで、うん、はい、ギターの曲をね書いて、でその学生の頃、はい、一緒にやってた方が僕のところにギターを習いに来てこの曲を
聞いて、お、これはいただきなっていう感じで、でもぜひ紹介したいと思ってね、はい、今回、うんうん、はい、はい、素敵な曲です、ね、はい、もう一つはね、タイトルがおしゃれでしたね。そうですね、うん、琥珀色の単語ってちょっとね、はい、文学的ですよね、うんうん、なんか素敵な感じがしますよ ね、 うん、最初ね、琥珀って、はい、あれ琥珀って皆さんわかるかなとかなんか思ってね、はい、聞いたりしたんだけど、うん、琥珀わかります？琥珀、そうですね、なんか化石というか中にこう虫が入り込んだり、あ、そうですよね、なんか樹液、うん、木の樹液の化石ということで、はい、うん、写真なんか見ると綺麗なものしか写ってないからね、 あれだけど、まあいろいろあるんだと思うんですけどね、うん、はい、ほらジュラシックパークの、はい、あのおじいさんが、うん、杖の持つとこにが琥珀でできていて、はい、その中に蚊が入っているのが象徴的ですね、うん、で、はい、そのね、その蚊の吸った血の中から DNA を取ってジュラシックパーク作って、まあ物語ですからねあれですけど、でも、うん、この琥珀っていうのはそういう虫が入ってるのたくさん多いんですね、はい、そうですね、うん、ね、あの皆さんもちょっと調べてみてください、はい、ちょっとなんかね、虫ばっかりでちょっと妙な気分ですけどでも色もすごく綺麗なんですよね、こう透明感あったりもして、、うん、僕らね、琥珀色っていうと例えるのがウイスキーなんですよ、はい、あれはこのウイスキーの色が琥珀色、はい、あ、なるほど、うんうん、あれに例えられてるんですけどね、はい、うんうんうん、でも女性のアクセサリーに使わないの？琥珀。あります、あります、琥珀ってやっぱり使うよね、きっとね、はい、そういうアクセサリーもありますね。高そうだよね。多分、ね、どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、樹液が固まったものって、うん、まあ、気持ち悪くなる方もいるかもしれないねでも、まあ、多分割と軽くて扱いやすいんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、なんか透明でね、はい、キラキラ、それはキラキラしてるんだよね、はい、うん、そうでね、単語はね、そう話は急にあるんですけど、はい、とても人気があってね、はい、以前もちょっとやりましたけど、はい、聞いてる方がやっぱりね、必ず帰り際にもう昔踊ったのを思い出してとかね、結構ね、はい、老ご婦人がね、はい、昔主人と踊ったんですとかなんかね、いろいろ言ってくれて、あ、なんかいい、嬉しいなと思ってね、いいね、うん、だからやっぱり皆さんね、はい、心の中に残っていて、うん、で時々冗談みたいにね、どうぞ前で踊ってくださいなんて言うんだけど、はい、まあさすがにね、前に出てきて踊る方はいないけど、うん、うん、でも、うん、今度なんかそういうのやってみたい感じがします、ね、篠原さん、今日の衣装がちょっとこうこのまま踊れそうな衣装ですね。これはね、あ、よく言ってましたその単語の時の衣装をもう一度きちっと合わせた、なるほど、合わせてみたいですね。だからそう、あの時に撮ったもんじゃないんですよというわけでね、はい、ちょっとまたもう一曲、はいはい、ご紹介します。ゲッツィ作曲、青空、どうぞ。青空、これはやはりタンゴの名曲中の名曲だそうで、はい、ちょうど一次大戦の終わった頃、やっぱりヨーロッパがね、大変にいろんな悲しみに包まれて、うん、そんな頃、もうみんなで明るい気持ちになろうよというんで、この青空という曲が作られたというふうに、ものの諸説がいろいろありますが、そんなことが書いてありました。はい、これはもともとアルゼンチンで生まれたタンゴをね、アメリカ大陸に行った船乗りたちがヨーロッパへ持ち帰って、こんな素敵な踊りがあるよって言って生まれたのがコンチネンタルタンゴと言われています。まあ大陸で生まれたタンゴというような意味ですが、その代表的な青空、まさに今日のね天気のようで、皆さんから僕たちがそのシルエットしか見えないだろうと思い、大変私の方も寂しいですが、はい、では最後に青空をお聴きください。Thank you.
ゲッチー作曲青空でした。昨年の演奏会よりお届けいたしました。はい、あのね、はい、前も聴いてもらった、うん、トリオのね演奏で聴いてもらいましたけど、はい、あの青空っていうと青い空っていうふうに僕も思いますけど、はい、うん、ところがこれはあの紺碧の碧という字で、うんうん、結構読めない方がねいて、うん、僕も壁空かと思ってましたけどでもあれは青空ということで、うん、そういえば琥珀っていう字もなかなかね、そうです ね、結構難しい、書けないかもしれないですね、読めるけど書けない、そう、本当にね、もうあれはあのこうスマホとかその影響が、そうですね、はい、はい、まあそれは置いといてですね、はい、またね、はい、単語はねとてもね、うん、あの僕も好きなのでね、また機会があればと思います。はい、はい、それでは今週もお別れの時間となりました。次回のギターはおしゃべりは来週日曜日に YouTube にて配信いたします。チャンネル登録をしていただきますと配信のお知らせが届きますので、皆さんぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これまでの放送もすべて YouTube でご覧いただけます。検索ワードはギターはおしゃべりでぜひご覧ください。ホームページもぜひ訪ねてください。はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。はい、さよなら。